大分市では明治大学校友会の会長でタレントのビートたけしさんの兄北野勝さんが講演しました。これは校友会検視部が主催したもので、北野さんは北野家の教えと題して講演。少年時代のエピソードを交えながら、常に謙虚でいることの大切さや、悪事を働けば必ず地位や財産をなくすという考え方など、自身の心情について熱心に話していました。指導というのは地位と